マイアミバイスのフェラーリは1980年代に大ヒットしたアメリカのテレビドラマ特装刑事マイアミバイスシリーズで主人公ソニークロケットが愛用したフェラーリのスーパーカーである。ドラマの撮影においてはシーズン1から2では 365GTS4 を模した2台のレプリカモデルシーズン35では2台のテスタロッサと1台のレプリカモデルを使用した。 デートナイチ号車、ボロオートミュージアム所蔵、ソニークロケットのデートナスパイダーは起業家、アルバート・マルディキアンによって誕生した。彼は30代の頃から、トレンドインポートという独自の輸入車デゲイラーモを築き、スーパーカーや高級車の販売を始めたほか、クラシックカーのレプリカキットや、スーパーカーのカスタムカー製作などでも成功し、自動車業界では、名の知れた人物だった。 中でもフェラーリ400リムジン、カウンタック SS は、気をてらうだけでなく完成度の高さも評価された。ある時、シボレエコルベット C3 を利用して、AC コブラを作れないかと協力業者の、マクバーニーコーチクラフトのオーナー、トム・マクバーニーに相談をしたのだが、AC コブラのホイールベースは20センチ以上短く、ボディサイズも違いすぎるから無理だと言われた。 一度は諦めかけたがそこで目をつけたのが自社のショールームに展示していたフェラーリ 365GTS-4 米国での通称デートナスパイダーだった。ボディサイズはほぼ同じでホイールベースの差はコルベットより8センチ短い程度である。そのフェラーリ 365GTS-4 は FRP ボディの成型形,形を作るためマクバーニーの工場に運び込まれた。 一年後の1982年、試作の1号車を完成。続けて、マルディキアン発注とマクバーニーが、兄から個人的に頼まれた1台の、計5台を製作した。マルディキアン 350GTS ターボという、オリジナル商品として販売する計画だったが、この頃、マルディキアンには輸入車の排気ガスや、衝突安全性の報告書を偽造した疑いが、 かけられており6から7台が作られただけで計画は、とんざした。マクバーニーが持っていた成型型は、マルディキアンに返却されることはなかった。原型となった1973年型 365GTS-4 は型を取るために一度分解されているが、マルディキアンのものではなく顧客の所有物だったという。1988年にオークションに出品され、 サンディエゴ近郊ラホヤのスポーツカー専門店が落札した記録が残っている。マルディキアントマクバーニーがデートなレプリカを制作するのと同じ頃、映画監督、プロデューサーのマイケルマンは新しい警察ドラママイアミ・バイスの制作準備に取り掛かっていた。そこに友人の俳優、ダン・ハガティからドラマにぴったりのスポーツカーを見つけたと連絡を受ける。ハガティは ニューポートビーチにあったトレンドインポートの常連客であり出来上がったばかりのデートナスパイダーを目にしてマンに進めたのだった。大のフェラーリ好きのマンはすぐにディーラーを訪ねパイロットフィルム用に黒の4号車をレンタルすることになった。その後マイアミバイスのシリーズ化が決定してユニバーサルは1号車と4号車の2台をレンタルする予定だったが マルディキアンの書類偽造容疑が次第に固まりつつあり、レンタルができなくなる恐れがあったため、それぞれを4万9千ドルで購入した。1号車は赤だったので黒で再塗装した。試作車のため細部の作りは、粗雑だった。アクリル板のヘッドライトカバーは4隅に、取り付けビスが露出しており、その中央にあるべきエンブレムも少し上のエンジンフード先端にあった。このエンブレムは、 番組スタッフがパーツを取り寄せたものの、車の情報が乏ぼしかったため取り付ける位置を間違えたと言われている。ブレーキ灯とウィンカーの位置は左右が逆な上激しい走行でたびたび落下した。さらにベースの1976年型コルベットには事故歴があり、右側のホイールベースが約 40mm も短かった。メーター周りやインテリアは これベッドのままほとんど手を加えられていなかったので、黒を基調とする打ち張りを、フォートローダーデールにあるスコットドライジン、ヘッズアップインダストリーズ本物との違いは、三角窓が付いていない点が最も特徴的である、他、ブレーキ灯と方向指示灯の配列、角型4灯、ヘッドライト、クロームのドアハンドルなどで判別できる。ドアハンドルはオリジナルに似せようとしたがすぐに壊れて、 しまうため、アルファロメオのパーツで妥協したという。ドラマでは、本物の 365GTS-4 が2回登場している。ちなみに、デートナという呼び名は1967年のデートナ24時間レースで、優勝した際に、マスコミが広めたもので、フェラーリが公式に、デートナと呼んだことは一度もない。黒のデートナシーズン1、第1話、決闘サブマシンガン。 巨大組織を叩き潰せ。では、黒の 365GTS-4 が映る。この車は、フロリダ州に住むドクターシャーマンから借りたもので、運転は、タイドフェラーリレーシングチームのプロドライバーに委託し、走行シーンは、平床トレーラーに乗せて撮影するなど注意深く、行ったのだが、撮影中に、ボディに傷をつけてしまった。 修理費は1000ドル程度の軽微なものだったが、使用はこの1回限りとなった。結局走行シーンは使用されることはなく、路肩に停車している10秒程度のシーンのみとなった。オーナーのロジャー W シャーマンは、心臓血管外科医をしながら、過去に空軍に在籍していた経験から趣味で、小型ジェット機やヘリコプター、水上飛行機等を所有したことがあり航空機、 評論家としても有名な医師であった。シャーマンが、この1972年型 365GTS-4 を新車で購入した時は、ダークグレーメタリックのボディと赤のインテリアだったが、彼の好みで黒のボディとタンのインテリアに変えられた。ドラマに出た3から4年後に、俳優のジョージ・ハミルトンの手に渡り、その後まもなく、オーストラリア人のコレクターへ、さらに2005年頃に、 ドイツ人に売却された。このドイツ人オーナーにより2年をかけてレストアされ、現在はオリジナルのカラーに復元されている。黄色のデートなシーズンに、第14話、白昼の教団、地に植えたヒットマンを追え、で、自動車整備工場と空港のシーンで、黄色の 365GTS-4 が映る。現在、フォートローダーデールのスワップショップに展示されている。 黄色の365はこの時の車と言われている。番組のヒットと共にデートナスパイダーも大人気となったが、一方でこの成り行きを心よく思わない人物がいた。フェラーリの社長エンツオフェラーリである。シーズン2を放映中の1985年頃から、フェラーリ社はコピー品を製造販売するレプリカメーカーに警告文を送り始めた。 さらにニセデートナの排除と自社製品のプロモーションを兼ねてフラッグシップモデルのテスタロッサをマイアミバイスに無償で提供する案を提示してきた。マイケルマンはこの申し出を快諾したというがフェラーリとのトラブルを回避するためだったとも言われている。マイケルマンは走行シーン用とカメラ取り付け用の2台のテスタロッサを要望し、代わりにフェラーリ側は 偽デートナを二度と使わない条件を設けた。しかし問題は、ソニークロケットが命の次に大切なデートナをそうやすやすと交換させられない点である。カーチェイスでクロケットが事故を起こして大破する案が上がったがマンは納得せず、もっと劇的かつ決定的な結末をと思いついたのが、スティンガーミサイルでコッパミジンに爆破するシーンだった。二台の黒のテスタロスサは、 フェラーリノースアメリカより正式に納入された。無差別テロリストの恐怖。2は、テロリスト一味が所有する車として登場するが、その後1台を損傷させてしまい、それをきっかけに、夜間撮影でもボディラインが映える白で塗装された。ドン・ジョンソンが大破したという噂もあったが真相は、わからない。デートナが爆破されるエピソード、無差別テロリストの恐怖。はシーズン3。 第7話の予定だったが、NBC はこのセンセーショナルなシーンこそ、新シーズンの幕開けにふさわしいと考え、第1話に変更した。こうして第1話用として作られていた、復讐のガンマン、最後の決闘、が第7話に移動したため、爆破されたはずのデートナが、再び登場するという矛盾が発生してしまった。この回は、テスタロッサが登場しないにもかかわらずエンドクレジットに、 クロケット、エスカーファーニッシュとバイフェラリノースアメリカという文言まで添えられている。テスタロッサ63,631シーズン1が終了した頃、国使されたデートナを修理するため、テネシー州で RMG、ロバーツモーターグループを営むカール・ロバーツが招かれた。彼は番組のスタントコーディネーターの知り合いで、これまでも ドラマや映画に使用する車の改造を手掛けていたほか、コルベットのカスタムの第一人者としても知られていた。1号車の欠点は彼によって大幅に改善され、さらにシーズン3に向けて、より成功なデートナスパイダーを用意しようと3代目の制作を依頼した。そこにテスタロスサの話が舞い込んできたため3代目のデートナは、 中止になるが、代わりにテスタロス社のスタントカー製作を任されることになる。ロバーツは、デートナ一1号車の車台を使おうと考えたが、フロントエンジンのため低いノーズが収まらない。そこで、ベース車両として使えそうなスポーツカーを調べ上げたところ、ホイールベースやコックピット位置がデトマソパンテーラに近いことが分かった。 状態の良い1972年型パンテーラを3万ドルで手に入れると FRP でボディパネルを製作し細部のパーツはテスタロッサの事故車から流用したパンテーラの床面はテスタロッサより1 0センチメートルも高くコクピットが収まらないためフロアパンを切断し1 0センチメートル低い位置に溶接して対応した ルーフ内側には休憩車のフロントガラスを支える6センチ角のロールケージを設けた。フロントフェンダーとエンジンフードはワンピースにして修理やカメラ機材の脱着が容易に行えるようにした。様々な工夫をしながらも改造は容易だったという。エンジンはプレデーター製のキャブレターとアサンカチッソの点火装置でパワーアップされ発進時や旋回時のホイールスピンを確実にした。 実は、本物のテスタロスさんはアクセルを急に踏み込むと、エンジンストールする欠点があり、ホイールスピンのシーンでは取り直しが多かったという。ブレーキは、チルトン製のキャリパーとボルボ p ーゼン800から移植したブースターで強化し、デートナと同様に、後輪専用のブレーキペダルを追加した。他に、運転者が素早く脱出できるよう取り外し可能な、ステアリング、マイアミの厚さに耐えられる。 ナスカールでも使われるモディーイン製の大型ラジエーター等を装備する。A ピラーからルーフへの継ぎ目が、本物は滑らかな曲線を描くがこのスタントカーは角張っているので区別しやすい。その他、サイドエアインテーク周りの収まり、寸法やアルミホイールなどで区別できる。マイアミ・バイスのヒットに便乗して、アメリカやイギリスでは延べ12社前後のレプリカビルダーが、 デートナスパイダーのコピーを製造していた。フェラーリの警告を受けながらもそれらは各社のオリジナル商品として販売された。トム・マクバーニーは、あるマルディキアンのアイデアと番組のヒットのおかげで80代、近いカリフォルニアデートナスパイダーを販売し、さらに20代の注文を受けていた。カール・ロバーツもドラマでの経験を活かして、コルベットをベースにしたマイアミスパイダーを約10台売り、 デトマソ・パンテーラよりも安価なポンティアック・ヒエローベースに、したマイアミ・クーペ2台を受注していた。マイアミ・クーペは完成車が5万ドル、キットが8500ドルで売れたのは、ほとんどがキットだったという。フェラーリ社が警告を発し始めて3年が過ぎた1988年、マクバーニーとロバーツを含む4社を相手に訴訟を起こした。被告側は、問題の 365GTS。 4は、販売終了後15年以上が経ちフェラーリの販売台数に影響はない。購入者は本物ではないと理解している。エンブレムやロゴは購入者が後から勝手につけるもので、我々は使用していない等と反論したが、原告の訴えは認められた。わかりやすい例ではエンブレムを隠した様々な車の写真をランダムに選んだ回答者に見せるテストを行ったところ、 デートナを見た73%が、テスタロッサを見た82%が、フェラーリの車と答えたという。つまりフェラーリの魅力的なデザインを真似るのは、登録商標の乱用と同じ行為であり、購入者やその車を見たものはコピーと知りつつも紛れも、なくフェラーリを意識している、と裁判所は判断したのだった。こうして、すべてのフェラーリレプリカの製造販売の停止が、命じられた。 敗訴したマクバーニーは、その後サンダーランチサンダーランチという新会社を起こして、VW タイプ1をベースにした、ポルシェ356、550等のキットカーを順調に販売し続けた。その後発表したオリジナル作品の34、ライトニングは90年代最高のホットロットの一台と、称賛されたほか、サンディエゴ大学と共同開発したハイブリッド車、ライオットも話題になった。 2012年にサンダーランチの権利を売却しその後解散した。RMG は判決が下る前に倒産した。オーナーのカール・ロバーツは RMG があったテネシー州の同じ場所で自動車関連会社のロバーツラジエーターを営んでいる。ドラマで使われたデートナスパイダーは2台とも無事に残っている。シーズン3で爆破したのは制作費5000ドルの1。 8スケールのミニチュアモデルだった。撮影は、ナイトライダーなどを手掛けた特殊効果スタッフにより、ロサンゼルス軍、ズマビーチ近郊で行われた。4号車、シーズン2が終了した1986年、カール・ロバーツの関係者を通じて、サウスカロライナ州の一般人に買い取られた。その2年後、ジョージア州のコルベット愛好家の手に渡って、現在に至る。この人物は、 ユニバーサルがマルディキアンから購入した時の1号車と4号車の登録証も持っているが、車の偽造を防ぐため内容を一切公表していない。1号車1号車は、ロバーツの工場に2年ほど置かれた後、再び大きく手を加えられて、キャノンボール3で4年ぶりに姿を見せた。撮影終了後カリフォルニア州に運ばれたが、エンジンブローを起こしたため、 ロバーツの知人が所有するテキサス州ラボックの修理工場に預けられた。その後は野ざらしで放置してあるらしいという情報を最後に廃棄処分になったと考えられていた。ところが2006年頃、同じラボックでフラット12という自動車ディーラー、仲介業を営むトム・ソーターとジェフ・アレン親子によって1号車と見られるデートナが発見された。息子のジェフ・アレンは、 CNBC が放送するカーチェイサーズの司会も務める有名人で、この様子を2014年放送のシーズン3エピソード8ジェフ・エスバイスで紹介している。父親のトム・ソーターによれば、仕事仲間の自動車工場のバックヤードに黒のデートナ・スパイダーが十数年前から放置してある。話を聞きつけ、あのマイアミバイスの車だと直感して買い取ったのだと言う。 発見された時カワシートやステアリングは色汗ひび、だらけになりカーペットはなくなるなどひどい状態だったが、撮影者と考えられる特徴はすぐに見つかった。一つだけ大きく異なる点は、劇中ではコルベットのままだったメーターパネル周りがオリジナルの365に似せてあることだが、これはキャノンボール3の時に改良されたと考えられる。 車はほんの少しで直しされた後イベに出品され、イリノイ州ボロのボロオートミュージアムが落札した。この自動車博物館のオーナーである、ブライアン・グラムスは、マイアミ・バイスの大ファンだという。彼が、さらに検証を進めると、など、一号車と考えうる根拠が十分に揃った。ブライアンは、博物館のホームページで、マイアミ・バイスのデート名を手に入れた。と宣伝したのだが、 インターネット上では、行方不明の1号車について幾度となく議論されており、否定的な反応ばかりだった。実際、テネシー州のハリウッドスターカーミュージアムには撮影者と、称したデートナスパイダーが展示されていたし、これが、本物のマイアミバイスカーだという見出しの中古車サイトや、個人のブログがたびたび現れていたことを考えれば、疑われても仕方のないことである。なんとしても、 真相を知りたいブライアンに4号車の所有者の友人だという人物がブライアンの手助けになればとコンタクトを取ってきた。車体にあるビムを送ってくれたら登録証と紹介してくれるという。早速その人物にビムを送ってみたのだが番号は違っていた。ブライアンはひどく落胆したが改めて車を調べると瓶が打刻されたフレームの一部は後から溶接した跡があり、 フロントウィンドウ下のビンプレートを止めるリベットも1970から1980年代の GM 純正部品ではないことが判明。どの時点かわからないがビンが移植されているようだった。他に手がかりはないか GM 社に問い合わせせてみたところ、車の生産過程でフレームの他の場所にもビンを打刻していることがわかった。コルベット C3 の場合、完成すると隠れてしまう。 サイドシルの裏側あたりなのだが、彼は思い切って、サイドシルカバーに覗き穴を開け本物の瓶を確認した。再度4号車の所有者の友人にその瓶をメールで送ったところ、数日後、同じ番号だという電話がありようやく確証を得ることができた。後にブライアンは、カール・ロバーツに直接電話をかけてみた。瓶については入れ替えたことをあっさりと認め、 最初に電話をくれたらすぐに教えてやったのにと話したという。ブライアンはこの車両をできるだけドラマに近い姿に復元して現在ボロオートミュージアムで展示中である。番組で使用したテスタロッサは本物が2台とスタント専用に作られたレプリカモデルの計3台である。フォートローダーデールのシェラトンフェラーリから譲られた2台は1986年型の 北米使用者で運転席側の高い位置にサイドミラーが付く初期型である。このサイドミラーはイタリア語でモノスペッキをアメリカではシングルウィングミラーまたはフライングミラーと呼ばれる。アメリカ国内に正規輸入されたのは1986年から1987年前期の2年間のみで1987年後期からはアメリカの安全基準により A ピラー端の両側につくタイプに変更になった。総数2105台のうち421台と、台数が少ないため高値で取引されている。マイアミバイスで使用したテスタロスサは、瓶の下5桁、ズフサ17アクスグレーレ63259、ズフサ17アクスグレーレ63631で区別されている。 63,259シーズン後が終了した1989年、63,259は75万ドルで、起業家のプレストン編が購入し、彼が経営するフォートローダーデールのスワップショップに展示されて、現在に至る。途中100万ドルで購入したいというオファーがあったが、断ったという。走行距離は1万キロ弱、タイヤは、 オリジナルのグッドイヤーイーグルのままという素晴らしいコンディションを保っている。63,63163,631はマイアミの RMC が自社の倉庫に28年間保管していたが2017年にメキュームオークションに七7 5万ドルで出品した。その後バレット・ジャクソンのリストにも加わった走行シーンに使用された車両だが 保管中はほとんど動かしたことがなく、走行距離はわずか1万6000マイル程度。フェラーリがユニバーサルに譲渡した時の証明書や登録証、整備記録が付き、出品する直前には8000ドルをかけて機関部のメンテナンスを施した非常に状態の良い車体である。ソニークロケットが使ったモトローラの自動車電話も付いている。結果は、 希望価格を大幅に下回る75万ドルで、ジョージア州のアダムスクラシックコレクターカーズが落札し、その後ベルギーのバスティアンをトボえの手に渡りイトボえ、コレクションに加わっている。スタントカーで、トマソパンテーラをベースに制作した、スタント専用車は、フェラーリとの約束で、番組終了と同時に解体処分したとされている。が、製作者のカール・ロバーツが、 自社工場に持ち帰ったという説もある。特装刑事マイアミヴァイスのエグゼクティブプロデューサーであるマイケルマンは大の車好き、中でもフェラーリの大ファンであった。マイアミヴァイスに携わっている頃は黒のフェラーリ 308GTA を所有していた。ザ・クラッカー、真夜中のアウトローが完成した時に初の劇場用作品を作り終えた自分への褒美として購入したものだった。 その後もテスタロッサ575マレネロ 599GTO の所有歴がある。テスタロッサは1986年型のモノスペッキを出来な青メタリックボディと赤のインテリアの組み合わせ。カリフォルニアの自宅で10年ほど所有した後、サザビーズオークションに出品した。落札したフランス人コレクターはしばらくコンテナに入れて保管していたが2015年に フェラーリの工場があるイタリアマラネロに輸送して出荷時と同じコンディションまでレストアされたという。フェラーリ社とは良好な関係を保ち続けており2008年発表のカリフォルニアではプロモーションフィルムの監督に抜擢された。2020年の映画フォード VS フェラーリでは制作総指揮を2021年には長年構想を温め続けてきたエンツオフェラーリの電気映画 エンツオ・フェラーリの監督を務めている。シリーズが終了する頃、フェラーリの名を世界中に広めたドン・ジョンソンに感謝の意を表して、フェラーリ社は1989年型テスタロッサを贈呈した。フェラーリが特別に製作したシルバーのボディにライトグレーのインテリアという珍しい組み合わせ。この車はマイアミの彼の自宅に置かれ運転する姿もたびたび目撃されていたが、 2003年にテスタロッサを含む6台の車のコレクションすべてを売却してしまった。その中には、前妻のメラニー・グリフィスから譲り受けた1949年型、フォード F1 や、ケージ・ナッシュ・ブリッジスで使用した1970年型、プリマス・バラクーダなどもあり突然起こした行動に注目が集まったが、彼が破産申し立てをしたのは、その翌年だった。 売却時の走行距離は1万5000マイル足らずで、整備も行き届いていたという。アリゾナ州のオーナーを経て、メリーランド州のコレクターが所有している。マイアミ・バイスのヒットに伴い、マクバーニーのデートナに追従して、アメリカとイギリスでは、様々なデートナスパイダーのレプリカが製造された。ベース車両はアメリカは主に、シボレー・コルベット C3。 イギリスは主にジャガー x j k が主流であるが、それぞれ自国のメーカーのため維持する環境が整っているメリットがある。イギリスの場合は、右ハンドルが選べることと、何よりもリアルなサウンドを奏でる V 型中に、気筒エンジンを搭載できることが大きい。あるマルディキアンとト,トム・マクバーニーの共同開発によるカリフォルニアデートナスパイダーは、マイアミバイスで一躍有名になった。 米国内で7店舗の代理店を展開し、フェラーリとの裁判で敗訴するまでに約100台を販売した。三角窓がなく、傾斜が鋭いコルベット C3 のフロントウィンドウは本物よりもスタイリッシュな印象を与え、のぶとい V8 サウンドもアメリカ人には受けが良い。本家フェラーリとはまた違った魅力があり今でもマイアミバイスカーとして人気を保っている。 RMG のカール・ロバーツはマイアミ・バイスでデートナの修理を担当したのをきっかけに1985年頃からレプリカの製作を始めた。マクバーニーの影響が大きい。1989年のフェラーリとの裁判の最中に倒産したが、それまでにマイアミ・スパイバーを約80台を販売した。CCC は1976から1988年に カリフォルニア州パサデナにあったコーチビルダー。マクバーニーの代理店だが CCC の場合はボディサイドの給油口が付属せずトランクを開けて給油する。CCC の腕前は確かなもので1970年代後期に1936年型オーバーアン851のレプリカである CCC876 で成功した。これは百七十八年型 フォード・リンカーン・タウン・カーをベースとし状態の良いものは10万ドル以上の値がつくことがある。二人乗りのスピードスターと四人乗りのフェートンの二タイプが存在する。またコルベット C3 をストレッチして4度はセダンにしたコルベットアメリカもある。試作車を含め6台しか作られておらず、オークションで20万ドル以上で売買された記録がある。マサチューセッツ州ローリーで1965年から、 続く、コルベット専門の老舗ショップ。これも、マクバーニーと同じ成型型と思われるが、マクバーニーと違ってインテリアまできちんとオリジナルを再現している。現在も完成品を69,500ドル、キットを11,500ドルで販売しているほか、マクバーニー、RMG、CCC のオーナー向けのアフターパーツ販売も行っている。 ペンシルバニアにて1984年頃から現在も続くレプリカビルダー。ランボルギーニのレプリカを主力としており、ポンティアックフィエロを使ったランボルギーニカウンタック、ディアブロ等を数多く販売している。デートナ GTS は1988から1990年の2年間に8台が製作された。ベースはコルベットだがフロントウィンドシールドを トライアンフ TR7 から移植し、三角窓が付属するほか、本物から型を起こしているため、ボディ、インテリアともに非常に精密に再現されている。フェンダーフレアの滑らかな曲面の再現、オートマチック車にもマニュアル車風のシフトゲートを設けるなどマクバーニーとは一線を隠すオーナーのマイク・ハドソンの繊細さが現れている。1984年にサンディエゴに立ち上げられた。 コーチビルダー。マクバーニーの成形系を使用するが、アルファロメオの巨大なドアハンドルは扱わずに、オリジナル風に仕上げてある。1988年には、多形成護氏が社名をデザイン成護と改名し、カスタムカー等を日本向けに輸出する事業を始めたらしいが1990年に廃業したとみられる。1982年から1995年まで、 ニューヨーク州ポートチェスターにあったレプリカビルダー。トライアンフ TR7 のフロントウィンドウを流用し、可能な限りフェラーリ純正部品を使用するなどオーナーのドミニクメッカのこだわりが見られる。同社のラインナップにはテスタロッサスパイダーもあった。1999年にメッカは自動車窃盗の共犯で逮捕されている。再生不能となった事故車をオークションで 次々に購入して、瓶を剥ぎ取り、盗難車に付け替えるという犯罪に加担していた。スペイン系のエミリオ・ガルシアが1987年に、ウェールズに立ち上げた高級車専門のカスタムビルダー。数ある、デートなレプリカの中で最も正確に、オリジナルを再現していると言われる。365GTB4 をスパイダーに改造する仕事を何件か請け負う,う,うちに、 自分で 365GTS-4 の複製を作ろうと考え始めた。そこで、フォード GT40 の見事なレプリカを作った経歴の、ある同業者のピーター・ジェイコブスを招き入れ、ジャガー XJ12 をベースにした、アロースパイダーを完成した。彼の徹底ぶりは、リトラクタブルヘッドライトの採用や多くの箇所に、フェラーリ純正部品をそのまま取り付けられる精密さに、 見られるが、最も特筆すべきは、他のレプリカメーカーが手を出さなかったベルリネッタを製作した点である。ボディの素材を FRP からアルミに変更するオプションもあった。しかし、職人機質のガルシアには会社を拡張する術がなく2年後の1989年には、経営難に陥ってしまった。ガルシアとジェイコブズは他にヒルクレストクラシックスというブランドも展開していたが、 経営が危ぶまれた時ガルシアはドイツに逃げてしまい、ジェイコブズが事業閉鎖の手続きに追われたという。EG オートクラフトを買収した会社は社名をアロースパイダーに変え、1991年までアロースパイダーの販売を続けた。最終的に73台のアロースパイダー、7台のアローベルリネッタを販売した。1984年にエイドリアン・コッキングによって設立された。 カーレーサーのエイドリアンレーナードに設計を委託して、ジャガー XJS をベースにしたラム RT を製作した。本物から採寸し、フェラーリ純正のフロントウィンドシールドを使用するため、完成度は非常に高い。トノカバーの下に小さな後部座席を追加するオプションもあった。1987から1990年に市場に投入されたが、 フェラーリ社の訴訟問題と重なったせいで30代程度に終わった。その後は、ラム SC、ラム LM、ラム SS などの成功なレプリカモデルを作り続けて、成功を収め、ラム SC の販売数は1500台以上に及んだ。現在は、リアムエンジニアリングに、社名変更して、ウスターに拠点を置く。百八十四年、イングランド南部ウェストサセックスにイアンとブライアンの、 ニコルズ兄弟が立ち上げたビルダー。先に SRV8 で成功した彼らはマイアミバイスで人気が上昇しているデートナに興味を持った。そこでマクバーニーコーチクラフトの英国代理店になろうと考えカリフォルニアデートナスパイガーを一台購入したのだが想像していたよりも完成度が思わしくなかったためそれを基本に自分たちで作ることにした。ベース車両には 米国製コルベットよりも扱いやすい自国のジャガー XJ12 を選び、フレームはエンジン周辺を残すのみでほとんどを交換フレームで新規設計した。この分野は過去に反戦エンジニアリングに努めていたブライアンが得意とするもので、走行性能はオリジナルの XJ12 を上回るという。フロントウィンドシールドはトライアンフ TR7 から流用して、 マクバーニーにはなかった三角窓を再現し、アルミホイールもホイール専門のビルダーに委託した。マクバーニーを参考にしているためドアの長さやトランク周りの形状が本物とは若干異なるが、本物の 365GTS4 を熟知していなければ外観での判別は難しいという。ただ残念なことにシート位置が若干高めなため身長チメートルを ホエールドライバーだとフロントウィンドシールドの枠より頭が出てしまう難点がある。SRV12 は1993年までに120台余りが販売された。サザンロードクラフトは1994年に買収されロードクラフト UK に改名。2003にはマッチウィックカーズが SRV8 の生産ラインを引き継ぎ現在も販売中である。ロビンフットエンジニアリングは イギリス中心部のティンガムシャーに1984年に開業した。オーナーのリチャード・スチュワートは最初、V8 エンジンのローバー・ a s d デを選んだ。フレームを切り詰め、ホイールベースを短くする作業だけで3ヶ月も要したという。しかし完成品に満足できず改めて、ジャガー XJ で作り直した。他のメーカーはフレームを新規に作るのに対し、ロビンフットは、 ジャガーのラダーフレームを切断して、再び溶接する方法をとった。これは強度面でリスクが高いと言われていたが、保証期間を3年にして製品への自信を示した。実車をミリ単位で採寸し、フロントウィンドシールドはフェラーリ純正品を使用。さらにボディを FRP ではなくスチールを採用するなど、技術の高さを伺うことができる。 この RS ゲートナは40代制作された。リチャード・スチュワートは1987年頃から方向転換を図り、トライアンフ・ TR7 をベースにした S7 に本合子を入れ1996年と1997年には年間500台以上の販売台数を記録している。なお、同じ時期にトライアンフ・ TR7 をベースにした デートナスパイダーの広告を出しているが実際に販売されたかは不明である。しかし1998年からキットカーや並行輸入車は認証を得なければ行動の走行を認めないという SVA がイギリスで施行される。これにより全てのキットカーメーカーは大打撃を受け、ロビンフットの売り上げも急降下した。2006年にグレートブリティッシュスポーツカーズに買収された。 テキサス州ヒューストンにあったシンプソンデザインによる作品。初代松田ミアータをベースとする。オーナーのジムシンプソンは13歳頃から父親の下で自動車関連の仕事に関わる。GM が主催する若者向けの職業訓練に参加したりヒューストンのフェラーリ販売店で見習いとして勤務するうちにイタリア車と日本車を得意とするメカニックになった彼は 1987年にシンプソンデザインを起業した。1989年発売の松田ミアータを購入した。彼は早速フェラーリーデートナに改造しようと思いついた。ミアータのプラモデルを元にボディをデザインし、それを拡大して原寸大ボディを製作した。デートナを選んだ理由はもちろんマイアミバイスである。似ているだけで全く別物なので、 フェラーリが起こした裁判は気にしなかったが、むしろ松田の反応を心配したという。完成したマイアミスピードスターを毎年恒例のモントレーカーウィークに出品しようと持ち込んだところ、偶然にも松田もフェラーリを模倣したミヤータを用意していた。松田のスタッフは彼の作品を大いに気に入り、自社の車を引っ込めて代わりにシンプソンの車を 松田ブースに展示させてもらうことにした。ショーでは、可愛いと好評だったものの買い手は一人も現れず、作られたのは三台だけだった。その後松田と提携した、彼は、ミ宮タベースの1960年代の欧州製、ライトウェイトスポーツカーを彷彿とさせる、オリジナルデザインを次々に発表し各地のカーショーで注目を集めた。2002年には拠点を、 ワシントン州クリントンに移し、コンテンポラリークラシックスを立ち上げた。アリゾナ州スコッツデールのリアクションリサーチが販売しているデートナ ZX は、ダットサン 280ZX をデートナに変換するコンプリートキットである。1996年頃、ジョン・ワシントンによって、ダットサン Z 専門ショップの VR エンジニアリングを開業。1990年代に、 S30KZ を1962年型、フェラーリ 250GTO に変換する、ベロロッサを発表した。レプリカというほどそっくりではなかったため、フェラーリの販売停止命令は下らなかった。その後 280ZX をベースにする、デートナ ZX のキットを発表した。両者もに、クーペとスパイダーが用意されている。一時経営難に陥り休業していたが、 社名を、リアクションリサーチに改め同時にウェブショップの ztrix.com を展開し、再スタートした。同社 HP にあるようにオーナーは、カーレースへの参戦、モーターグライダー開発、人間工学に基づいた、サイクルスポーツ用品の開発など多方面で、活躍している。ランボルギーニカウンタック LP400 スパイダーシェ、オートドローム。 パリーカンヌスペシャリストランボルギーニフェラーリパガニ、マセラティ、クラシック、スポーティブイコレクション。www.autodome.fr.2021 年10月4日閲覧。Facebook, USAQGIS, グレーマーケットカーインポーター。ロサンゼルスタイムズ、2021年10月4日、閲覧。ザ、マイアミバイスフェロリーズ。 アメリカンクライムファイティングイタリアンズ。www.volocars.com。2021年2月24日閲覧。クロケットエスデートナーマイアミバイスウィヒ。2021年2月24日閲覧。ロジャー・シャーマン、ウェンズデー、ジャニュアリー14、2015。 www.beyersfuneralhome.com2021 年2月24日閲覧1972フェラーリ365 gts4 デートナスパイダーソールドキッドソン SA キッドソン SA2021 年2月24日閲覧スペイズケビントゥワイスアズバイスキットカー 13クロケットエスデートナマイアミバイスウィヒ2021年2月24日閲覧フェラーリ400フェラーリ400アイリムジンバイマルディキアンフェラーリ400 2021年2月24日閲覧クロケットエステステロサマイアミバイスウィヒ2021年4月14日閲覧オートウィークフェラリビクトリーホーセスエンド2 デイトナスパイダーレプラカル。orlandosentinel.com。2021年3月30日閲覧。Facebook, USAQGIS, グレーマーケットカーインポーター。ロサンゼルスタイムズ、2021年2月24日、閲覧。オートウィークフェラリビクトリーフォーセスエンドトゥ、デイトナスパイダーレプラカル。 orlandosentinel.com 2021年3月23日閲覧フェラーリサイバー .harvard.edu ーー2021年2月24日閲覧カララコーチワークス550スパイダーレプリカヨーロピアンカーマガジンスーパーストーリータンライン2021年2月24日閲覧サンディエゴオートミュージアム サンダーランチ、2021年3月23日、閲覧。ザ・フェラーリ・デートナ・オン、マイアミ・バイス。ザ・マイアミ・バイス・コミュニティ、2021年2月24日、閲覧。マイアミ・バイス、デートナ・ファウンド。ジムスバザ・スバ・ファイルズ・ブログ、2021年3月31日、閲覧。ザ・ファースト・デートナ・レプリカ・ビルト、マイアミ・バイス・ティービカー、ボール・オート・ミュージアム。 w w w v o l o c a r s c o m 二千二十一年四月十四日閲覧。カウンタック・ SS マルディキアン www.lambocars.com。二千二十一年二月二十四日閲覧。マイアミ・バイス・デート・ナ・ファウンド・ジム・スバ＆ザ・スバ・ファイルズ・ブログ。二千二十一年二月二十四日閲覧。 レッドヘデットテステロサ。www.red-headed.com。2021年3月18日閲覧。This is how it is now with the f e l a s of the TV series.My Amy Vice c a r n e t ラ e r l a 二 d s n e 2021年7月27日閲覧。This is how it is now with the f e l a s of the TV series.My Amy Vice Car. ネザーランズニュースライブ、2021年7月27日、閲覧。ソロキャニック、ボブ、バイ、ソニークロケット S マイアミバイステステロサ41.75ドルミリオン。カードライバー、2021年2月24日、閲覧。ライミ、ジェイ、ザ、フェラーリテステロサフロム、マイアミバイス、キャンビーユアーズ、イッツヘデットツーオークションディス・オーガスト。 オートウィーク、2021年3月11日、閲覧。ウィーバー、ヒンケ、フレックスニップリングウィズズ、オーロンヘグリップオーバーネームマッチ、メデドアストレンガー当時クトバウカオン。2021年7月27日閲覧。1986フェラーリテステロサモントレイ2017。RM サザビーエース2021年3月23日、閲覧。マン、マイケル。 エンツオ・フェラーリ、ヒュージャックマン、ホワードパス、https コロンスラッシュスラッシュ www.imdb.com スラッシュタイトルスラッシュ tt3758542 スラッシュ2021年3月18日閲覧。フェラーリデートナ 365GTS4 レプリカサーチ。collegefair.homestead.com 2021年4月9日閲覧。1980ボレれ4。ドアコルベット。フィーチャードビークルズ。コルベットフィーバーマガジン。スーパーチェビー。2021年4月12日閲覧。ローリーコルベット。ローリー GTC スタイルドパーツ。www.rowlycorvtt.com。2021年4月9日閲覧。 エキゾチック・イリュージョンズ・ランボルギーニ・カウンタック・レプリカ、フィーチャード・ビークルズ・キット・カー・マガジン、ホット・ロット、2021年4月12日閲覧、グーグル翻訳、トランスレイト・ドット・グーグル・ドット・コム、2021年4月11日閲覧、マイ・プランズ・フォーマイ・デートなレプリカ、ザ・マイアミ・バイス・コミュニティ、2021年4月12日閲覧、レイバリー、 ジェフ、コルバリ、フェラーリ365デートナレプリカ。バーンファインズ、2021年4月13日閲覧。1973レプリカキットメイクス365、GTS4 デートナコルバリ。w w w c a r d e a l f i n d e r c o m 2021年4月12日閲覧。ウエストチェスターファイバーグラス。汗。 2021年4月14日閲覧。ロンバルディ、ケイト・ストーン、ニューカウンティ・ーユニット・エームスツー・デター・オート・セフト。ザ、ニューヨーク・タイムズ、一瞬0362から4331、https、w w w ニータイムズ e s c o m 1999、02、28、NY リージョン、ニューカウンティ・ーユニット・エームズ・ツー・デター・オート。 セフト、HTML2021 年4月12日、閲覧。フェラーリデートナスパイダー 365GTS、4レクレーションバイ EG オートクラフト。レトロカーズ、2021年7月27日、閲覧。1975デートナスパイダーレプリカバイ EG オートクラフト。195インレムスタークラシックヴィンテージカーズモーターサイクルズ。 www.brightwells.com2021 年7月27日閲覧フェラーリデートナスパイダー 365GTS4 レクレーションバイ EG オートクラフトレトロカーズ2021年7月27日閲覧 LR ロードスターズデートナレプリカクラブ www.daytonareplicaclub.moonfruid.com2021 年4月13日閲覧 srv12 デートナレプリカクラブ www.daytonareplicaclub.moonfruid.com 2021年7月27日閲覧。srv12、デートなレプリカクラブ。www.daytonareplicaclub.moonfruit.com。2021年7月27日閲覧。rhengineering、デートなレプリカクラブ。 w w w d a y t o n a r e p l i c a c l u b m o o n f r u i t c o m 2 0 2 1年7月27日閲覧 RhEngineering デートなレプリカクラブ w w w d a y t o n a r e p l i c a c l u b m o o n f r u i t c o m 2021年7月27日閲覧。ロビンフットキットカーズ、BHP カーズパフォーマンススーパーカールニュースインフォメーション。2021年4月8日閲覧。ビテシュスチブ、ビテシスチブブログ、TR7、デートナレプリカバイロビンフットエンジニアリング。ビテシスチブブログ、2021年7月27日、閲覧。アージ、シンプソンデザイン。 www.automobiles-japonaises.com2021 年7月27日閲覧ベロロッサ www.ztrix.com2021 年4月8日閲覧1962フェラーリ 250gto レプリカキットフィーチャードビークルズキットカーマガジン ホットロット、2021年4月8日閲覧。データな zx、www.ztrix.com。2021年7月27日閲覧。リアクションリサーチ、w w w r e a c t i o n r e s e r c h c o m www.reactionreserch.com 2021年4月8日閲覧ありがとうございます。